隊長、戦鎚の巨人がやられてしまいます。隊長、隊長持ち前、戦闘用意。了解。何なんだ、なんでいきなり戦争なんだ。くそ、ファルコどこだ。ベキ、巨人同士が戦ってるみたいだね。そんなわけが。遅いよピークさん、ご無事ですか。早くロープを持ってきて。了解です。私たちを尾行して。演説中の広場が巨人に襲われました。なんだ、まさかそんなわけが。やったぞ。聞いてる。対巨人野戦砲すごい威力だ。マガト隊長、このままエレン、何としてでもここで戦鎚に食わせる。我々はその補助に徹するのみ。勝利だ。イエーガ、最後に言い残すことはありますか。今だ、ミカさん。お願い、帰ってきて。試される時だ。特別警戒訓練中の陸軍一個師団、すべて山封鎖する。始祖を含め島の悪魔どもを一匹たりとも逃がしてはならん。言わない。この虐殺事件を受け、式に参加した要人ら脅威が知れ渡ったのだ。世界はお前らを生かしておけなくなった。けここにいるのは敵と敵の住む建物だけだ。エレンは示した。戦えってな。あなたは自分が何をやったか分かってるの。子供も殺した。もうミカさん、まだ終わってない。だが奴は死んでない。奴の注意を引いてくれ。うまくいけば戦鎚の巨人を食える。違和感の正体が分かったが、足元から体ができていった。
よくも。副長、ごめんなさい、俺のせいで。巨人の力なら損傷した体は勝手に修復されるはず。自分が俺を殺してくれ。助を呼んできます。待っていてください、ブラウン副長。待て、俺が止めてやる。気をつけろ。追っていたアッカーマンを見失った。どこかに潜んで。余力があるならこのまま俺ごと同じを貫いてるはずだ。奴さえ仕留めればシーソさえ。この戦場を支配しているのは私たち。花から敵は追い詰める。この収容区を包囲してる頃だから敵に退路はない。とにかく私たちはアッカーマンから戦士長を守ればいいの。俺の敵じゃない。出てこいよリヴァイ。時間がないんだろ。着工急げ。大至急レベル6へ兵を送る。これがアギトの力か。作戦通りことが進んだようだ。さあ頼んだよおにゃんこぽん。遅れれば一巻の終わり。この飛行船が撃ち落とされてもね。みんなとエレンを回収できなければ僕らに未来はありません。しまっ、嘘だろ。やめろ、やめろ。やめろ。俺を
くれないんだ。